はい、どうも皆さん、こんにちは。ぜひこれ。それでは今回なんですけども、AirPay が PayPay に対応、行けなかったお店に行けるかも、ということで、今回お伝えしていこうと思います。はい、ということで今回 Yahoo ニュースからピックアップさせていただきました。AirPay が PayPay 対応端末一つで、26種類の決済手段が可能にということで、リクルートライフスタイルが運営する店の決済サービス AirPay が、5月下旬よりスマホ決済サービス PayPay の取り扱いを開始する。AirPay は店舗がカード、電子マネー、QR、ポイントといった、決済手段を導入するための決済サービス、iPad または iPhone と専用カードリーダー1台で利用できるということなんですけども、皆さんこの AirPay っていうのはご存知でしょうか？よく僕が見かけるのは、ちょっと小さい個人でされてるようなカフェであったりとか、あと居酒屋とかでとても見かけることが多いんですよね。こんな感じの、まさに先ほど文面にもあったように、カードリーダー、が、決済の時とか、お会計の時に店員さんが持ってきてくれて、僕がいつもクレジットカードでお願いしますっていう時に大体持ってきてくれるんですよね。こんな感じの機器を。で、それが今回 PayPay が対応するということなんですが、現時点では、こんな感じに、そのクレジットカードだと有名なブランドが多いですね。Visa とか JCB、マスターからはじめ、あとは電子マネーだと、Suica とか Nimoca とか、あとは Apple Pay とか ID での決済でも一応可能というふうにはなっております。QR コードだと、今では LINE Pay と D 払いが使えて、あとは WeChat Pay とか Alipay でも対応してるので、かなり外国人にも優しい決済手段にはなってるのかなとは思いますね。ちなみに今 T ポイントも対応してるみたいですね。で、いつからということなんですけど、一応ニュースの中には、5月下旬からお店側から PayPay が使えるようなお申し込みが始まるらしいんですよ。で、そこから、審査などが通った上で、実際に PayPay が使えるっていう日は、早くても、6月か7月とかにはなるので、ちょっと PayPay の第2弾100億円キャンペーンには間に合うかどうかっていうのは定かではないんですけども、今のこのニュースから見ると、来月、再来月ぐらいが目安なのかなっていうふうに、これはもう僕個人として思うとこではありますね。けどこれらが対応する中でまた PayPay が加わったら、かなりこの AirPay って幅広く使えるので、またさらに今まで使えなかった居酒屋さんとかカフェとか、飲食店をはじめいろんなサービス業の方から使えるのはかなり強いのではないのかなと思いました。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回かなり短めでしたけども、 AirPay で PayPay が対応するようになるということをお伝えさせていただきました。このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとは Twitter もしているので Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。